足痛いよ、痛い痛い、引いてなくて、昨日がやっぱやばくて、でまあ今日少し良くなったかなってぐらいかな。だいたいまあ1週間ぐらいで治るから、試合までにはなんとかなるかな。体調いいのかな、どうなんだろう。体動かしてみないと分かんないんだよ。冷やしてないですね。あの当日帰ってきたら冷やしたんですけど、あの今から冷やしそうかな。多分でも大丈夫そうな感じがしないけど、寝起き寝起き寝起き。でもね、こめかみが痛いんだよね。こめかみが、インファイト教えてもらったから、あの弁護さんに、顔が痛いの初めてだね。この辺が痛い、この辺が痛いね。ああ傷になってるね。この辺がなんか痛い、腫れてる。腫れが引いてれば冷やさなくて、あ、腫れ引いてますね。多分大丈夫だ、1週間後には多分大丈夫だと思います。まあ痛いだろうけど、うん、心がカラオケ歌ってるけど下手でもないし上手くもないからいじりようがない。あー、俺と同じパターンだね、うん、普通だとリアクションに困るやつね。いいよ、電話かけておいで今。うん、おいで。どうした、なんかあった？いいよ、かけておいで。行きたいね、ちょっとね、ちょっと行きたいね。スポーツマッサージじゃなくて、あの整体みたいなのに行きたいな。うん、かけておいで。おはー、おはよう。おはよう。うん、あのね、配信やってたのはさ、うん、朝っぱら8時ぐらいから今まで、うん、つい今まで、うん、そしたらのりちゃんさんが来た。のりこ、のりこが来た。うん、のんちゃん来たの。のりちゃん、のんちゃん、うん、のんちゃん今いるの？いるよ。え、じゃあそこで私に嫌がらせしてたってこと？俺の部屋にはいないよ。嫌がらせしてたって何よ。いきなりだと分かんないから、ちゃんと説明して。キモいみたいな。うん。キモいみたいなことを言われて。うん。なんか。うん。あ、なんか、声が遅れて聞こえるな。俺の声？私がふわっち一回切ればいいのか。そうだよ。あの、放送の時はふわっち切らないとダメだよ。電話かける時は。あ、それがルールなの？ルールじゃなくて、ハウリングっていうのを起こすから、声が回っちゃうから。回っちゃうんだ。そう。だから絶対。オッケー、じゃあ一回、ふわっち切ってからかけ直すわ。はいよ。はいはい。はい。太鼓式行きたいな。太鼓式。まだ基本がわかんないんだよね。あれ、だから。ふわっち言ってキャスでもニコでも配信来てから撮ってないと。そう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 。でもほら、配信始めて数週間、1週間2週間だからわかんないんだよ。猫おはよう。猫おはよう。いや、あの、運営さんから連絡来たよ。なんか、俺のモノマネをしてるやつがいて、どう対処したらいいかわかんないって。要はリスナーさんが通報してたんだと思うけど、数十人。俺その放送見てなかったんだけど、運営さんから連絡来た。どう対処すればいいかって。いや、リスナーさんが結構怒ってるんでしょ。運営さんからは連絡来てるよ、俺に。
あ、今度は聞こえますか？俺は聞こえてるよ、さっきから。私は聞こえるようになった。あ、本当に？ハウってない。大丈夫、大丈夫。いや、のりこさんが、なんか、お前、死ねまで言わないけど、あんた嫌いとか言って、で？あ、嫌いじゃないな、なんだろう。とにかく、嫌がらせをしてきた。それで？それで、刺されたりとかしないのかな、私。川口って公表しちゃってんだけど、配信でも。いや、刺されるか刺されないか俺知らないよ。わかんないよ。あー、そっか。あ、太鼓式は行かないでいいよ。私が、リラクゼーションマッサージだから。あ、そうか。わかっ太鼓た。式、お金もったいないじゃん、お金。そうだね。整体とか太鼓式、お金もったいないから、時間ある分だけ、夜は親友に会うから、6時に、ドンキ前に行かなきゃだけど、それまでだったら、だから、待ち合わせ時間によるよね。だから、9時、10時でもいいし、昼待ち合わせでもいいし、とにかく6時までに、ドンキ前に行ければ、時間があるだけ、マッサージ、ハンドマッサージから、肘下から、整体から、まあ、タイ古式はね、タイ行った時に受けたから、反り返りはできない。ただ私乗ると重いからさ、わざわざ潰しちゃうじゃん。だから、雑談はいいん乗りだけはでど、きないけど。雑談はいいんだけど、いや、本題を言ってよ。とにかく、乗り子が怖い。いや、怖いは悩み相談じゃないでしょ。てか、一人の時に、だから、顔知らないから、で、実物見たわけじゃなくて、パイセンに、見えるパイセンに、YouTube すごいね、編集力。いや、俺編集してないわ。え、あ、マネージャー？あ、そうなんだ。すごい編集力だね。いや、編集一切してで、ねえわ、あれ。いや、だから話をそらすのやめてって。本題をあ、話してよ。ごめん。とにかく、のりこは、顔はね、YouTube のやつ、パイセンが貼ってもらって、見て、あ、マキをこう、老けさせたみたいで、綺麗だなと思ったの。いや、だから、そこじゃなくて、いや、のんちゃんの顔の感想は聞いてないの、俺。いや、本題を話す、本題を。とにかく、刺されそうで怖くて、また震えが出てんだわ。それをどうしろっつうのよ、俺マに。ジで。だから説得してほしい。だから彼氏、元彼いと、や、説得しないよ。だって、それ、のんちゃんと海宝の問題じゃん。なんで俺が出てくんのよ。いや、だなに、から説勘違得？いすんなって。誰に？マジ、のんちゃんに。いや、勘違いし勘て違ないでいししょ。ないで。勘違いしてないよ、のんちゃんは別に。だって嫌がらせの、配信に嫌がらせのこと書いてきたんだよ。だってさ、自分の配信で自分やきで、もち。ちょっと待って。自分の配信で自分がアンチコメ書かれて、なんで俺責任取らないといけないのよ、解放。そんな俺なあ、んか毎責日、任、いや。ちょっと聞いて、最後まで。俺は毎日死ねとかカスとかハゲとか詐欺師とか毎日来るよ。そんなん気にしてたら配信なん本て、当に？本当だよ。そんなの来るの？いや、毎だっ日てだハよ。ゲてないじゃん、ワド。ハゲてるよ。いや、ハゲてないいや、だよ。から、い見や、たもんだって、ちゃん最と後まで頭。聞いて。だから、そんなの気にしてたら配信なんてできないし、他の配信者に頼ることじゃないし、まずね、解放俺に1日100件以上メールしてるでしょ？毎日毎日。いや、100件もしてないしてる、よ。してる。全2、然し3てる。回だよ。2、3回じゃない。全然してる。100件以上俺にメールして、ね、10件ぐらい電話してるでしょ？毎日。で、てるちゃんぴんとコいラや、ボそんで。なしていや、ないしてよ。るの。してるの。してるのよ。数的にそうなってるの？数的にそうなってるの。解放は自覚ないかもしれないけど、俺に毎日、合計。ピコンピコンなってるのよ。合計。それで、のんちゃん隣でねってうるせえって思ったらアンチ化するのわかるでしょ。俺で、だから別にのんちゃんの気持ちわかるよ。なるほど。で、電話出られなないるほよ。ど、なるほど。ちょっと聞いて。電話出られないって言ってるじゃん。俺もプライベートがあるし、配信の時はトツかけてきてもいいけど、俺リスナーさんすごい数いるんだよ。解放はわかんないかもしんないけど、で、一日毎朝起きたらわかんない。50件以上連絡来るんだよ。マ
ジで50件以上そんなに来んの？いろんな、ちょっと待って、いいからリアクションはいいから最後まで聞いて、うん、でいろんな人から連絡来て、はい、いろんなことが書かれんので、全部に返信するわけにはいかないんだよ、はい、立場的に、はい、弁助太郎さんとかから今度の企画の打ち合わせとか、うんうん、いろんな配信者からもどこどこで企画しません、大事な連絡ね、企画しませんかっていうのも来るしね、うん、うん、だからそういうのを見てて安置化したんでしょ、のりこは、うん、違うの？ああ、ちょっと理由が分かってきたかもしんないでしょ、うん、で、うん、確かにピンポンピンポン、ねね、で、うるさいみたいな。高い方の場合はさ、その仕事と、うん、俺は配信を仕事でやってるんだよ、で業務連絡的なことじゃなくて、うん、テルチャンピンと連絡取れないからテルチャンピンと連絡してとかさ、そういう自分で約束したことを俺にお願いするでしょ、うん、だからそれはだから連絡先知らないんだもん、パチンコ。ちょっと聞いて、最後まで最後まで聞いて、3時間任されたじゃなくて、それはテルチャンピンとあなたが約束したことじゃん、解放とテルチャンピンの約束なんだよ、うん、それを人を巻き込むのは良くないよ、うん、そう思わない？ああ、そっか。うん。ああ、ごめんなさい。でしょ？それは、だから別に俺、のんちゃん悪くないと思うよ。うん。うん、よくわかった、うん。でしょ？理解した。うん。で、返信。ごめんね。俺はいいけど、一回注意したから。だから、それに気づかないのは、俺、解放の問題だと思ってるから。うん、ああ、そっかそっか。ちょっと待ってね。ジュース入れてくるから。待ってて。うん、分かった。はい。ちょっと喋ってていいよ。え、喋ってていいの？うん、あ、どうも、はじめまして、皆さん。はじめましてじゃない人も、どうも、こんにちは。かいほう、ひらがなでかいほう、まゆみです。よろしくお願いします。こうやくんとコラボしたときは、どんこにしに似てるって言われて、わぞさんとの配信は、細木和子とか、あとはね、マツコデラックスとかね、あとね、トトロのキャラクターにいそうとかね、言われてた。デブの42で来月3になる、メンヘラババアクソババア。メンヘラクソババアです。よろしくお願いします。これはカイホウって名前でやってます。で、いいかな。うん。うん。うん、一応自己紹介だけしてみた。あ、はいはいはい。うん。うん。だから知ってる人も知らない人もこんにちはって言って、うんうん、まあ、荒野の時は、どんこにしって言われたけど、うん、和道さんの時は、マツコデラックスとか、うん、お相撲さんとか、うん、あと、うん、トトロのキャラクターに出てきそうって言われてたものですって言って、自己紹介した。うんうん、だから多分、あの解放ねって、まあ良くも悪くも、うん、あの解放ねって分かるように、うん、あ、安心してきた、手の震えが止まってきた。うんうん。うん、安心して、自己紹介できた。うん、うんうん、あのね、解放ね。はい、俺はね、ね、うん、リスナーさんと友達じゃないんだよ。うんわかる、うん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 、俺はリスナーさんと友達なわけじゃないんだよ。勘違いする人いっぱいいるんだけど、はい、俺は仕事でリスナーさんとお付き合いしてるの、うん、ワーキングだよね。だからワーキング、うん、わかる、ワーキングワーク、ね、うん、わかる、うんね、だからできればタメ口もいけないんだよね。いや、タメ口かどうかは知らないけど、俺は、うん、これを仕事でやってるわけよ。そう、で、俺にもプライベートがあるわけよ。うん、そう、だから、その、ね、そこ考えてもらえると嬉しいよ。あ、わ、うん、かった。これから気をつける。うん、メールも少なくするし、電話はしない、うん、基本。電話は別に配信中とかに、今みたいに、うん、なんつうのかな。ごめんね、アスカちゃん。ちょっとコメント後で読むから。ごめんね、この電話終わったら読むから。ほんとも、ごめんね。で、コラボの依頼とかは、一件一件考えてやってるの、うん、俺。会うのも。一件一件考える。ああ。要は、このコラボは面白くなるかとか、コラボすべきかすべきじゃないかとかを考えながらやってるんだよ。みんなそうなの。あ、そんなにいろいろ考えてんだ。うん、みんなそうなのよ。みんなそうなの。うん、あ、じゃあ、電話は気分で出たり出ないんじゃなくて、うん、
みんなが、リスナーさんが面白いって思ってくれるか、くれないかで選んでるって当たりこ前、それそうでしょ。プロ意識持っと？あ、てたらそれそうそうなんでしだ。ょ。リスナーさん本位ああ、でやっ考ぱえる。私、大手になりたいけど、プロ意識が足んないんだ、私、きっと。うん、まだやっぱ一週間でプロになれって言ったら、やっぱ難しいよね。で、うん。言いたいことは基本的に自爆でやるっていうのが基本だから。言いたいことは自白。自分で枠を開いたらリスナーさんが集まってきて、そこで自己主張をするのが、基本なんだよ、配信者って。あ、じゃあ、のりこが来て怖いとかいうタイトルで、やればいい自じゃん。爆を開くってこと？やればいいじゃん。ああ、そう。そっか。ね、いいの？なんか失礼じゃない？それはでも自己責任だよ。みんな自己責任でやってるんだから。みんな自己責任でやってるの。あ、聞こえてる？聞こえてるよ、聞俺こえては。る？聞こえてるよ。あ、聞こえた。あ、ちょっと待ってね。充電が。あ、もしもし。みんな自己責任でやってるうの。批判ん。されるのも、囲われるのも全部自己責任でやるんだよ、みんな。でね、あ、そう叩かれ、いうもんなんそういだ。うもんだよ。そう。だから、そっか。うん。人に相談するのはいいかもしんないけど、自分で決めていかないとダメだよ。自分の生きる道そう。は、配信者としての。みんな批判を恐れず、自分の言いたいことを言ってるんだよ。言いたいことを言う代わりにリスナーさんも言いたいことを言ってるんだよ。わかる？あともう一人もね、ちょっと煽ってきたから、それは和自道分の、さん。いや、和道さんのっていうふうに言ってるのが失礼なの。自分で枠開いて自分でやってきたことなんだから。わかあ、そっる？か。あ、だっごてめんな俺さとい。コラすいボません。て叩かれない人もいるんだよ。例えば、もんちゃいんる？こ、いるよ。例えば、もんちゃんこの前ボクシングやってたけど、みんな良かった良かったって言ってるんだよ。もんちゃんのこと叩くあ、人なんそうかないんなだ。いよ。でしょ？っていうふうに、もし、兵へえ。じゃなくて、もし自分が叩かれたら自分の責任なの。それを人のせいあに、和道さんがどうにかしてっていうのは、まず配信者として根本的に間あ。あ違っりえてる。ないんだ。間違ってる。根本的に違う。間違ってる。ああ、それは失礼いたしました。本当に申し訳ございませんでした。だから、自分の、もし配信者として大手になりたいとメール見たけど、もしやっていきたいんだったら自分の責任で自己発言していかないと。叩かれても囲われても自己発言か。自分で考えていかないと。あ、そっか。今までね、馴れ合いっていうか、10人ぐらいで、閲覧数も100いったのやったーって言ってたぐらいで、ワイワイしてたから、それが今日200いったの。でね、ちょっと待って、まだ大で、事なことがあるから、最後まで聞いて。ちゃんと聞いて。何？で、自分の枠を開いてるときは自分のリスナーだから。和道さんリスナーがっ自ていう分ののはリス違ナうんだよ。解放を見に行ってる時点で解放リー。ああ。スナーなの。アンチだろうが、囲いだろうが、ファンだろうが、普通のリスじゃ、ナーだろうが、あなたのところで発言したリスナーはあなたの責任だから。じゃあ、のりこも、私んとこ来るときだけは、解放リスナーってこと？そう、誰リスナーなんて答えはないの。誰リスナーなんて言ってるのは素人の発想なの。自分のところに来たら自分のお客さんなのよ。例えばね、ラーメン文屋句言で、われても。ラーメン屋開放とラーメン屋和道があったとすると。で、ラーメン屋和道にわおか客りやさんすい。がヘビーで通ってる A さんっていう人がいて、A さんがたまたまのり、あの、開放、ラーメン屋開放に行ったとすると。で、クレームもらったら俺の店にメールするか？電話するか？うちのラーメンまずいって言しわれないたしんだけない。ど、と。お前のお客さんにって言わないでしょ？しない、しない。しない、言わない。今それをやってるんだよ。うわ、私失礼だでしょ？ね。それはすごい失礼なの。うわ、超失で、礼。今度、じゃあ、うわ。ちょっとラーメン開放が他の業者と業務提携しようっていう話があったと。コラボ商品出しましょうと。カップラーメン。ね？その時に、いや、なんかカップラーメンの業者がバックレちゃったんだけど、ラーメンはどう責任取ってよって言われても困るでしょ？あ、それは別あのなたの話だ問よ題。そう。ね。それはあなたが勝手にやってた問題だから、うち関係ないでしょってなるでしょ？それをやっておるん向だかいよ。さんでも関係ないよ関係ないね。よ。それをやってるんだよ、今、解放は。うわ、超失礼だ、私。ごめんそれね。は怒るよ。みんな、リスナーさんは。何やってんの、解放って怒るなるでしわ。ょ？俺びいきのところだっああ、たそうなんだ。
いやー、申し訳ない。もう、じゃあ、電話切る。別に電話はいつでもかけていいのよ、普通に。コラボしようとかさ、こういうことがあってとか雑談。ただね、海保覚えといた方がいいよ。みんなね、ネタがあって電話かけてきてるから。何にも要ネ件がなタ？い、ネタ。要は、海保は自己満足で今電話をかけてきてんのよ。自分がのりどうこさこんが来たっう、聞いて。ていう自のは分ネタじが、ゃない。違う。自分が怖いとか自分の手が震えるっていう自己都合で電話かけてきて、今200人いるリスナーさんをほったらかしてるんだよ。リスナーさんの気持ち考えてない申な。し訳ない。そのリスナーさん楽しませようとかない、サービス精神がない限り配信者として無理よ。でしょ？申し訳ない。自覚が足りなす俺はぎ自る、分のリ私。スナーさんに向けて配信をしてるわけだから。ごめんなさい、本当に。だからコメント見た方がいいよ。今日枠に戻って、リスナーに戻ってコメント見た方がいいよ。一回、肝を冷やして、みんなが書いてるのが、どういうこと書いてるかを見るってこと？そう。俺の枠に今戻ってきて。そっかそっか。そうするわ。そしたら、あ、いいよ。本当、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。いいよ、7全日然。は、リラクゼーションアドバイザーとしてお会いするので、ぜひよろしくお願いいたします。癒しますので。よろしく。対抗式もちょっと調べときます。いいよ、いいよ。ありがとうございましよた。ろしく。失礼します。一回これはガツンと言わないとダメよ。大手になりたいって俺に言ったんだから。自覚が足りない配信者として。俺はあの時会った時はリスナーさんとして会ってるから。俺はこの前会った時はリスナーさんとして会ってるのよ。でも今配信者としてかけてきてるから。配信者としてかけてきた同業だから、俺からすると。これを配信に載せなきゃいいじゃん。それは俺の自由でしょ。別にニンニクが別に見たくなきゃ見なきゃいいだけなんだから。それは俺の判断だよ。理解できなかったら理解できないで、そこまでだから。立場が違うもん。リスナーさんとして会いに来たんだったら、普通に対応するけど、配信者としてかけてきてる以上、同業だもん。俺、うなちゃんまんこって人がどういうね、配信者かっていうのをもっともっと知っていかないとわかんないし、ほら、うなちゃんまんこは、あれじゃん。ちょっと特殊なジャンルじゃん。プロリスに近いと思ってるから。配信者ではないと思ってる。プロリスが面白いことやってるっていう、リスナー側の上の方にいる感じだと思う。そう、だから友達感覚じゃ困るよって言った。あと、ごめんね。質問拾ってくから。ふわっちは、上半身裸バンにならないっていうことと、肌が白いのは病気で、ヨッサンとかマイケル・ジャクソンと同じ病気で、尋常性白斑って言って肌が真っ白になっちゃう。要は色素が抜けちゃうのね。だから、今病気です。肌真っ白に斑点出てるでしょ、ここ。これは病気。お疲れ。今その話関係ないでしょ、きなぶた。別に普通に質問してくれたら普通に答えてるから、俺。お前が揚げ足取りをしてるだけでしょ。白いところは尋常性白斑って言って、小指が真っ白になっちゃったの。こっから始まって、今全身が真っ白になって、マイケル・ジャクソンと同じ病気ね。色素が抜けて黒人とかが真っ白になっちゃうの。だったら、海保の枠行けばいいじゃん。お前うるさいに、肉肉とかいうやつ。気持ち悪い。アイテムいっぱい来てた。ありがとう。アイテムありがとう。寝起き、マリアン。そうそう、マイケル・ジャクソンとかヨッサンと同じ病気ね。これは基本的に治らないね。珍しい、そんな珍しい病気でもないらしいよ。後天性。お前ブロック入れるからね、ニンニク。肉肉。あんま調子乗ってると。別に俺、お前みたいなリスナー必要としてないから。痛みはないよ、白くなんの。ボクシングの痛みはあるけど、今。最近じゃない、もう1年前ぐらいだね。全身真っ白になるか斑点になるかは分かんない。色素がなくなるの。 はい、花火ありがとう。マイケル・ジャクソン病気だよ。ありがとう、アスカちゃん。ごめんね、スルーしちゃって。
凸の時は、コメント基本的返せないから。捨て頃の話全然するよ。全然するよ。質問してくれれば。そう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 。要はこの病気をごまかすために漂白剤の入ったやつ、プールとかで肌の色素を全部抜いたの。いや、この病気がきっかけでこの部分だけがどんどん広がっていって、黒人だからもっと目立つからっつって他の部分を漂白したのよ。この病気をごまかすために。それで叩かれたの。もともとはこの病気がきっかけなの。試合直前は練習禁止だからもう練習はしない。あと4日間は。逆の友達？黒くなってく病気？うん。黒くなってく病気かな？それはわかんないわ。まあ男だからね、女の子だったら目立つかもしんないけど、俺は男だからあんま気にしてないよ。もうあと4日だね。漂白剤っていうか、その特殊な、その肌の色素を抜く漂白剤ね。うん。便所が和道に随分上から目線だけどいいの？いいじゃん、別に。うん。お前も随分上から目線だけど。俺はお前の方が、便所さんと俺は信頼関係があるのよ。うん。だけど俺とお前には信頼関係ないぞ、肉肉。別に俺お前の友達でもない、先輩でもないし、何でもないの。賞賛？どうだろうね。わかんないよ。自分ができることやるだけだから。初見さんいらっしゃい、ビスコさん。いや、あれ大変なんだよ、これ。要は、肌の色素が作れないって、白髪になっちゃうんだよ、髪の毛とかも全部。だから、さっきの太もも部分、俺毛深いけど全部、白髪になってるんだよ。あ、お前は偉いんだ。そうなんだ。うん。マナーがないね。初対面の人とかに俺の方が偉いって言えるんだ。傲慢な人間だな、おい。肉肉言っといてやるよ。俺の方が偉いって言ってるけど、俺いろんな偉い人リスナーさんでいるよ。社長をやってたりとか、会社経営してたりとか、自分の仕事の世界で一流、世界で活躍してる人とか、みんな敬語だし、みんなフランクだし、みんな親しみを込めてるし、みんなリスペクトを持って接してくれるよ。俺、お前に会ったことないし、お前がどんな人間かは知らないけど、お前は大したことないと思うよ。うん。会ったこともない人に対して俺の方が上だって言って、お前が社長やってるかどうか知んないけどさ、社長として選ばれるのは自分の会社だけなんだよ。普通に成功してる社長さんはみんなどこの会社、他の会社の人と接するときみんな、あれだよ。礼儀正しいよ。うん。お前は大したことないよ。クワさんお疲れ。あ、クワさんってあれじゃない？太鼓式の人じゃない？クワさん、ねえ、神奈川で。頑張ります。怪我はしてる。リスペクトされる人間になれよじゃなくて、お前の問題なんだよ。俺がどう見えるのかっていうのは。お前は人を見下し、いろんな人と接してるんだよ。わかるか？お前は人と話すときに何を学ぼうとか、どうやって友達になろうとか、どうやって仲良くなろうってことを考えてないで、自分がどういう風に強いか、こいつの悪いところはどうなのかっていう目線でお前は人と接しているの。そんな人間と俺は、付き合う気はないよ。
俺にとってお前は一リスナーでしかないから。慣れ合いで終わる？なんかたまにそれ言う人いるんだけど、慣れ合いで終わるとか言うけどさ、俺がさ、3ヶ月間さ、練習してきて、3ヶ月練習すると思う？そんなモチベーションで。俺3ヶ月練習してきたんだよ。素人なりに一生懸命。そうそう、マウントしてないと自分の居場所がないんだよ。青山に負けたらボロクソ叩くかな。うん、別に叩けば。俺はいつも言ってるけど、別に俺のこと応援してないやつをどうとも思ってないから、うん。俺は自分のために練習してきたし、自分のことを応援してくれる人のために練習してきたのであって、普段俺の放送見たことないやつにさ、ああだこうだ言われても別に何にも聞かないから。別に叩きたきゃ叩きゃいいし。囲いも、ねえ、アンチも俺は気持ち悪いと思ってるから、好きにしていいよ。俺にとってはその辺に落ちてるゴミくずと変わんないから。捨て頃まで、今日の夜髪の毛染めようかなと思ってて。俺は俺のためと、俺の仲間たちと、思い出を共有するために頑張ってんだわ。あ、ゆいかさんいらっしゃい、お疲れっす。ゆいかさん、今、トツかけても大丈夫っすか？ゆいかさんに、ちょっと、捨て頃の、なんかこう、評論を聞きたいんだよね、俺。誰が勝つとか、誰が負けるとか。配信者目線で、レジェンド目線でちょっと聞いてみたい。もっと動きどうした方がいいとか、どういうパターンで KO があるとか。これ偽物なのかな？うん。お疲れー、ボンタさん。企画に参加するのは和道で、連勝して頑張ってるのも和道。結果がどうなろうと外野が口出すことない。いや、外野は口出してもいいかもしれないけど、別になんか俺は気にしないよっていう。俺アスペだよ。アイテムありがとう。別にそれはリスナーが言っていいと思ってる、和歌。言ってもいいけど、俺は別に、なんつうんだろう。好きに言えばって感じ。シャムー、グレイトありがとう。花火ココありがとう。頑張ります。まあ、試合何日前、4日前の選手に対して負けたらどうこうとか言うのは、もう俺は別に応援する気ないと思ってるから。勝ったら負けたらとかいう話を、もう4日前の選手に対して言う時点でデリケートがないやつなんだよ。偽物か。ハートありがとう、解放。確実にデリケートはないでしょ。デリカシーか。デリカシーのないやつなんだよ。デリケートじゃないね。デリカシー。だから今答えたでしょ、解放。アスペだって。人の話を聞きなさい、ちゃんと。ありがとう、匿名さん。デリカシーだね。偽物みたいだね。なんかコメント見てる限りは。違うイベントになるけど、フェスでんの。あ、サメフェスはなくなった。サメフェスはなくなった。俺はだから結構嫌いなことは嫌いだし、好きなことは好きっていう。ワドフェスは別に出さないよ。開催しないよ。ハートプレゼントありがとう。レコーディング、いやー、話流れたっぽいけど、アメリカ人から何も来ないけど。ねえ、サメフェス、俺も楽しみにしてたから。ちょっと残念だよね。
レコーディングするって言ってた。うん。じゃあ、するんじゃないかな。レクチが作った曲、乃木編聞いてないでしょ。レクチが入場曲作ってくれたんだよ。あ、まあ、知らない人はいるかもしれないからあれだけど、リスナーさんでレクチくんって言って、俺のリスナーさんさ、音楽仲間がいるんだよ。よくスタジオ入ったりする。で、捨て頃の入場曲作ってくれたんだけど、ちょっと期限が足りなくてダメだったのね。聞いてみようか。これなんだけど。これが捨て頃の入場曲ね。花火ありがとう。でも今回使えなかった。期限が間に合わなかった。そう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 。レクチは俺と一緒にスタジオ入ったり、俺が映画撮るときに音楽任せてる人。そうそう、加藤春之ってこと。似てる。作ってくれたの。そうそうそう。かっこいいよね。ゴンタはどつ。これ使えなかった。これ使いたかったんだけどね。かっこいいのにな。もったいないよね。残念だよね。もう提出しちゃった後だったから。うん、これ使いたかったんだよ。はいはい、ミュールいってら。ね、すごいいい曲なのに。なんか格闘技っぽくてすごいいいよね。あ、配信始まるときにオープニング V 作ろうと思ってて、それに使わせてもらうよ。電話終わってたか。捨て頃もう少しだな。頑張って応援してるぞ。ありがとうございます、なおさん。頑張ります。ねえ、かっこいいよね、パニパニね。なんで捨て頃なん？ん？どういうこと？なんで捨て頃？日本語がよくわかんないけど、どういうこと？捨て頃っていう名前の由来ってこと？捨て頃っていうのはヤクザの用語で、素手で喧嘩するっていう意味だよ。要は武器を使わないで喧嘩することを捨て頃っていうの。お酒飲んだらダメだね。だから打ち上げでは俺コーラ飲むよ。打ち上げは、地方からもいっぱいリスナーさん集まるから、みんなで、飯食おうと思ってて。打たれた後脳みそにダメージがあるから、血液脳関門って言って、アルコールは、入っちゃうのよ。脳みその中に。だから、倒れたり死んだりするの。要は脳に後遺症が残るから。だからお酒は基本的に飲んじゃダメ。一週間ぐらいは。ファイターはみんなそうよ。
そうそう。まあ、酒もタバコもやらない人が多いよね。うん、ファイターは。俺は普段から別にお酒飲まないから。まあ、金杯さんはね、飲んでたもん。別に知らないよ。金杯さんとヒカル君は飲んでる。金杯さん飲むだろうね。まあみんな飲むんじゃないの。うん。あんま気にしてないでしょ。ありがとうございます。俺も気に入ってます。痛いよ。うん。まあまあ、あそこまで痛めたら大体1週間ぐらいは引きずる感じですね。ルディさんいらっしゃい。この BGM いいっすよね、K さんね。俺も好き。あと皆さんありがとうございます。おかげでフォロワーさん2500人超えました。頑張ります。引き続き頑張ります。YouTube の方が、チャンネル登録数500人、ふわっちの方が2500人になりました。頑張ります。万人フォローを目指して頑張ります。ありがとう。 Twitter ももうすぐ1000いくかな。うん。チョコミントはどっち？おはよう。あ、関節は大丈夫。ローキックだから筋肉なんか骨なんかよくわかんないけど、太ももだね。もも缶が痛い感じだね。もも缶がすごい痛い。あ、ありがとう。のんちゃんも昨日ね、一緒に飯食ってる時に、なんか最近無意識にシャドウっつうかなんかこんなんやってるんだよ。その時にのんちゃんがなんか手震えてたよ。こうやって。なんかタバコ吸いながらのんちゃんが震え出したから、どうしたっつったら、なんか、和道さん見てたら震えてきたとか言って、緊張してきたとか言って、タバコ吸いながらなんかカタ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 して、こんなんなってる。ありがとう、サボちゃん。怪我しないために柔軟体操を頑張りすぎて逆に関す、ああ、そうだったんだ。まあ、スポーツやってるとそうだよな。まあ、しょうがないよ、それは。まあ、この4日間体休めて、あとはもう自分が持ってるものと3ヶ月間を信じてやるだけっすね。あと YouTube 30万再生いったね、トータル。キリがいいね。ハブ名人のあの手の震えはかっこいいよね。あれ、もうハブが震えたら負けるっていう逸話があるぐらいの。そうだね、もう完全に、しかもね、相手の得意なキックなんだよ。
右のローキックは、テルが得意な技なんだよね。で、くしくも左足が負傷したから、もろ弱点をさらけ出しちゃう感じだね。いや、それくらい真剣に俺のね、こと応援してくれてんだなと思って。嬉しかったよ。まあ、負傷箇所を狙うのはセオリーだからね。相手の弱点を狙うのは、俺だってテルが弱点あったら狙うもん。ひたすらぶったたき続けるよ。バタフライジョーって何？弱点は狙わないとダメでしょ。まあだから俺の左足はもうバカバカ叩かれるだろうね。左足は捨てるよ。しばらく歩けなくなるの覚悟で。ありがとう。チョコミント花火ありがとう。左足はもうダメだろうね。バタフライジョーはピンポンに登場する。月島くんのコーチ。ああ、はいはいはい。スタミナと心だろうね、多分ね。スタミナとハートでしょ。なんかプロのファイターから教えてもらったってヒカル君が言ってたんだけど、ハートとスタミナと技術の順番だって言ってた。もう極端な話、ハートがとことん強かったら勝っちゃう。グラップラーバキの柴千春だよ。うん、いいよ解放、気にしないで。俺しつこいの苦手だから、一回いいよっつったらいいから、嫌だったら言うから。乃木編さ、ハブ名人みたいって言ってたけど、よくよく考えたらハブ名人みたいじゃないだろ。ハブさんがいいところで試合する前に観客の手が震えたらおかしいだろ。俺が震えるんだったらわかるよ。ハブ名人みたいではねえだろ。ハブの試合で観客が手震えねえだろ。精神力でしょ、ほぼ。技術がなかったら。スタミナと精神力でしょ。
いや、もう考える時間は終わったよ。ボーイングさん、俺そんなこと言った？俺言った記憶ないけど、それあなたがそういう風に歪んで解釈しただけなんじゃないの？俺そんなこと一言も言ってないよ。俺は負けるってツイートちょっと切なくなった。あ、そう。その程度で切なくなるってことは俺の勝ちなんか信じてねえってことだよ。俺の一個の発言でセンチメンタルになってるようだ。本気の和道リスナーじゃんよ。俺が何言おうが俺のこと勝つって言ってるやつは勝つって言ってるから、ブレてねえから。俺の一個の発言で興行潰しだとか試合見る気なくなったとかくだらねえこと言ってるやつは試合なんて見るな。くだらねえ。それは俺の問題じゃなくててめえの問題だよ。俺はリングに立つのは俺なんだから。ありがとう、青髄。いらっしゃい。マチルダいらっしゃい、ワトツ。マチルダきっかけでとんでもねえことになったな。マチルダ。マチルダが教えてくれたの。便所さんが企画やってるからワド出てよって。やる気あるんだったら出てよ、ワドって。電話して今すぐって教えてくれたの、マチルダ。この企画はマチルダから始まったんだよな。なあ、マチルダ。解放バーガーありがとう。勝者インタビューね。勝った方だけマイク握れるからね、リングの上で。足痛いっすね、結構。結構痛いっすよ。それ痛いでしょ。解放しつこい。解放しつこい。さすがに。おはよう、イモンちゃん。さすがだね。イモンちゃんのファン増えてたよ。すごい綺麗だった。ジャブとストレートと、すごいかっこよかったよ。ありがとう。勉強になったよ、イモンちゃん。ありがとうね。ねえ。はい、たくみさん、おはよう。もう練習はしちゃいけない時期に入ったから、俺はもう日曜日で引き上げた。練習はヒカルくんはやってるみたいよ。ダメージ抜くのと体調整えるのに専念する。ハートたくさんありがとう、解放。ああ、どうだろうね。それはまあ、俺が決めることじゃないから。まあね、怪我を背負っててもやることは変わんないから。みんなそれぞれ怪我してるし。ねえ、イモンちゃんかっこよかったよね。プロってこういうことなんだって。全然違う。肩までもうね、背中が見えるの。見る？イモンちゃんのパンチ見る？見たい人いる？今、キャプレルよ。いや、かっこよくないよ。やめてよ。そんな、お世辞でもダメだよ、そういうこと言っちゃ。リングに立つ感覚はわからないけど、俺氏がやった武道は、試合前の行動なんか見ると、この人勝つわってわかる。あー、不思議だよね。武道ってわかるよね。そう、リングインするときにもう大体わかるんだよね。見る？オッケーオッケー。イモンちゃん流してもいいよね、キャプっても。いや、プロの動き。いや、本当にかっこよかったよ。ねえ、モンちゃんのシャドウ見せてもらう。シャドウっていうか、あれね。この人、綺麗なおばさんだよね。プラダを着た悪魔。
ありがとう、モンちゃん。いいパンチだよね。これがヒカルくんだね。ヒカルくん。これが俺か。最初のジャンプで崩さない。カル君強いよね。もうちょい早く。これだよ、イモンさん。これだよ。この後かな。もうね、全然違うの。素人と全然違う。プロってこういうことかって。なんかね、舞を踊ってるみたいなね、かっこよさがあるんだよね。プロは綺麗なんだよね。ドアムのこと言ってやれよ。えっ、えっ、訪れ対処するよ。ごめんね、もうちょい待って。ボーイングさん、ブレない、すごい綺麗だ。ほら、背中が肩で振ってるから連動がすごいよね。これこの体重でこの重さやばいかんね。すごいよね、インパクトでキレがすごいね。ブレないよね、姿勢が。ステップもすごいし、うん、これがプロなんだね。かっこいいよね。全然違う。スタイルもモデルさんみたいだしね。解放、そういうところだよ、のんちゃん怒らせんの。身長高いね。解放、そういうところだよ。このフックのコンビネーションの何、回転すごいよね。このもんちゃんの試合、まだね、デビューしてないみたいだから、デビュー戦見に行きたいね。モンちゃんのデビュー戦は行ってみたい。ね、女の人もパンチじゃないよ。そう。あのね、これがみんな、ドレさんとかベンゾさんが言ってる、力を抜いてインパクト。要は、俺ら、ヒカルくんとか俺とか力んでるんだよ。だから、一見重たくように見えるけど、効くパンチじゃないの。でも、イモンちゃんのは脱力を完全に仕切って、フォームをきれいにして、肩と腰で打ってるから、早くて当たる瞬間だけ、ボンってくんの。だからこれが倒れるパンチなんだよ。これが本当のボクサーのパンチなんだよね。で、さらにヘビー級とかだと体重で重さが乗っかるの。格闘技続けないよ。あ、桜みたいだね。そうだね、レクチー。ストリートファイターのね、女の子だよ、今度は。
そうですね、だからスタミナなくなんだよね、俺らはね。そう、力の入れどころとかフォームとかで、もうやっぱ十何ラウンド、十二ラウンド戦えるんだよ。こういう人は。体力配分がうまいんだよ。ねえ。イモンちゃんのファン増えたよ、本当に。みんなかっこいいって言ってた。最初そんぐらい。ねえ、振り抜く感じがかっこいいよね。俺らの手で打っちゃってるもんね、やっぱ。うん。勉強になるよな。もう技は下がること考えるな。ああ、いいじゃん。あつひこ、つええよな。ナイス。俺はモンちゃんのこと尊敬してるところは、俺ね、モンちゃん面白いとかね、強いとかじゃなくて、モンちゃん人の悪口言ってるの見たことない。モンちゃんいつもニコニコして、人の悪口絶対言わない。もう試したいこと全部試したい。この前の練習見ないの？今流してる、見てるけど、ターキン。前の練習だよ、これ。下がるってことはないんだぞ。フリっていうか、ファイタータイプかアウトボクサータイプかだ。立ってんのに下がるなんてことないんだから、うん、後ろに下がるのはサイドに打ちながらサイドに、今みたいに打ちながらサイドに出ていく。相手がロープキャーをここらせようってのは自分下がらなくて、こう入れ、お、受けたじゃないか。いつ信じてきてるのか。そうそう、これこれ、イモンさんがいるから。前回の練習はこれだよ。顎を引いて、下打たれてます、ガードを下げて。何秒？40秒です。3秒だよ。いいよ、ドレさんのやつ見る。いつもは3秒だよ。いいよ。どうなるんだっけ、ドレさんのどれだ。やって、この後か。みんな逃げるの、行けない。おい、今来た、ガードしてよ、やろうよ。グローブは借りるっていうか、不正がないように主催が用意するの。だからグローブをつけないでリングインして、バンテージ巻いた状態で、でバンテージチェックがあった後レフェリーがつけるの。リーファントムさん、いらっしゃい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、強い方が勝つんだよ。総集編作るからね。うわ、大丈夫か大丈夫じゃないか、これ見て分かんなかったら
はい、こんなの見たら分かるぞ、大丈夫か大丈夫じゃないか。リプ使いな、誰かにコメントするときはリプ使いな。エルノッセはいらっしゃい。まだ詰める詰める、あぁあぁあぁ、もう無理する、止めた、止めた、もうこの時にはね、ガードできないんだよね、左足痛くて。7割なわけねえじゃん、4割だよ。見てわかんねえの、ファントム。7割、8割なわけねえだろ。3割、4割だわ。3割、4割だわ。全然。足使え。お前が足使え。相手のペース巻き込まれるな。そう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 。お前の練習でもあんだぞ。えい。えい。えい。もう一回足すの。えい。下上やってみて。よく下上。まだ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 。えい。えい。えい。いや、ベンゾさん強いよ。みんな誤解してるけど、デブって強い。みんな誤解してるけど、デブって強いんだよ。あの、マーク・ハントとかもそうだし、デブって弱いと思ってるけど、デブ強いからね。少しずらすんだよ。相手が攻撃してきたら、そう。打ったらすぐサイド。打ったらサイド。もう癖ですよ。そうそうそう。うまい、うまい。うまいなぁ。打ったらサイド。打つ。ダッキングしたら打つ。ダッキングしたら打つ。ダッキングして打つ。そう、ボディでも。ダッキングして打つと。持たない、ダッキングしたら。だって、ダッキングして横に動いてね。こっちは向き変えないでいいから。はい。よいしょ。ちょっとしごいてやって。でも、マサトさん、逃げるときに、こう、網の逃げるときに。うん、まあ、そのせいです。フックスライド、フックスライド。もう一発、もう一発だよ。おい入った、入ったね。もう、喧嘩でいいんだ、喧嘩で。はい、ブレイク、ブレイク、ブレイク。あ、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 あ
ワンピースつけてないから。肘打ってんだよ。肘でガンとやる。何気に担いか一番練習してるって。そうだよ。フラワーなのに。めっちゃラウンド数多いっすよ。4回が一番多いっすよ。光あれだよ、あの、1試合目で、あの、いや、ヒカル君あれだよ。別に本人いる前でもベンゾって呼んでるよ。大きな押しだったら呼んでるよ。チョコミンって言ってら。はい、いや、まだ。いや、ぴょんぴょん跳ねてた方がいいんだよ、コブラ。ヒカル君がぴょんぴょん跳ねてんのあれいいんだよ。強すぎるだろう。打たせて。いいとこ来るわ。スリッピングしたの。で、入れ替えて。まあ、総合とかだと、手を掴んでくるから、はい、手を差し替えちゃって、入れ替えて、ここでまたこう、なんでそうなんですか、普通に詰められた、はい、その手、押してもいいから、はい、スポット、はい、で、そうしたらいいよ。なんで？いや、結構ジャイアンとあんだけ聞いてるのにどれか教えてみてくれ。あんまつけるんだと思う。強いでしょ。絶対強いよね、俺の時で。他のやつにちゃんとやってみる。絶対ちょっと皆さん入ったら皆さん始めらない。そう、便乗やった。全然基本に通じゃないよ。下がること判断して、あの、スウェーデン、ここでいけるんだ、はい、みんなここでいけるか引っ掛けさ、はい、じゃあここでいける、はい、なんかそのややこしいのが、ああ、ワドをつけてる、はい、ああ、僕もダメにやっちゃった。あ、すいません、わかりました。 S も撮ってたから、だんだんスピード上げていく感じで、はい、私、顎を引いてしっかりパリにするなり、なスウェアするなり。3でもいいですか？3でお願いしてもいいですか？3ですか？頑張れ。3分。うん、いいよ。あ、3分で。3分何だろう。じゃあ、いきまーす。自分の中で組み立てるから。お願いします。3ヶ月です。風邪でも少し出したら、はい、最初そんぐらい、最初そんぐらい。運動一切したことなくて、3ヶ月だね。わかんねえな、ドルさんの弱点とかは。もうワドは下がること考えるな。おー、いいじゃん。ナイス。絶対ワド相手から目指すな、今みたいに。相手の方向いてるわけなんだ。2月の末だったね。2月末、試合が決まったの。そう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 。そう、ナイス。もう試したいこと全部試せ。コンビネーションでもインドでも何でもいいよ。いいね。ナイス。いいじゃない。かかってると。えい。追い込んだら追い込んだらロックで押したらそのいける。打ってんのに下がるってことはないんだぞ。詰めてかないと。当たってんのに下がるなんてことないんだから。後ろに下がるのはサイドに。打ちながらサイドに、今みたいに打ちながらサイドに。足の甲で蹴ってみろよ、ロギヘン。足首折れるぞ。すねで蹴るの基本だから。足の甲で打つのなんかありえねえよ。おお、受けたじゃないか。お、かわしたら、かわした、検証したら、おい、怖がるな、怖がるな、顎引いて、顎を引いて、残り1分、ガード、ガード、カメガード、カメガード、カメガード、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 そうじゃないな、ガード、ガード教えたろ、ガード教えたよな、ガード教えたよな、ガード教えた、モンさんプロだから、モンさんと比べないでよ、3ヶ月、モンさんプロだから、リングはね、もっとでかい、リングでかいよ、何秒？40秒です。3秒だよ、3秒、いつもは3秒だよ。 OK。 あ、
タイムブレイク、それも作戦だろ、クミンチも、うん、いいよ、うん、もう打ちたかなくなったらクミンチで、シュッ、もうちょい打たれる、やってたところだね、プロだよ、モンさん、プロボクサー、ラスト10秒、10秒です、ドエム来た、ドエム、ドエムが来たぞ、ドエム来た、そうそうそう、いや今の体の出し方でいいですか、ちょっとさ、ブロックしてないかと、いや、すごいよ、サッカーの手だぞ、飛ばすんだ、飛ばすの、飛ばすの、スパーリングでも分かんなくなるのよ、よく怒られる伝道さんに、呼吸忘れてるよって、呼吸呼吸って思ってる方も結構しんどいね、まだおとといやったの忘れない、はい、力抜きな、はい、タイミングとスピードとタイミングだ、モンちゃんプロだよ、プロボクサーだよ、最初のジャンプで崩さない。もうちょい早く。よし。当たってた。じゃあ今度はジャンプタッキングです。タッキングです。いや、やろう。ジャンプ打ってタッキングして、相手のパンチのところです。これハーフ。ワドを勝ったら次は誰とやるの？いや、勝った方にだけチャンスがあるって言われてるだけで、勝ってたとしても出れるとは限らないよ。セゴロ2は。実際はほら、3分3の、勝ったとしても出れるとは限らない。練習やり始めた頃の動画見ようか、じゃあ。練習やり始めの動画？あるかな？ちょっと待って。やり始め。やり始め。そうだよ。勝ったら出れるとは限らないよ。初めてのやつか。ちょっと待ってね。この辺か。これが多分初めて。これだね。まずツーミンがタイガーマスクとマススパーリングします。これがね、日付が、日
日付がね、3月5日だね。ちょうど3ヶ月前。これが3ヶ月前。あ、ごめん、変なとこ押したかもしれない。スピードで、もう、スピード慣れさせたいから。まあ、こんなにさ、引き目にとっていいから。寄らなくていいから。了解です。ヘリのディフェンス、覚えてる？はい。まっすぐじゃなくて、横方向45度に出して。バレーとアットマークの、とりあえず5度に緑でも、相手が蹴るなと思ったら、とにかく反応すること。早いね。もう3ヶ月経ったんだね。いや、やったよ。全然。寒かったよね。いや、すぐだね、3ヶ月なんて。はい、ワトツです。いらっしゃい。ね、冬だったよね。100128かな。みんな見えてますよ。やばい。いや、もう体温まってる。肌寒かったよ。いや、この時から練習しなかったの間に合わないの分かってたから、自分が運動神経ないのも知ってた。右綺麗かな？わかんないよ。何していいかわかんないって感じだよ。ていうかもう何やっていいか分かんない。初日だから2日目かな。あ、見れたもんじゃない。投げは総合じゃないから。190もないんじゃないかな。横幅がすごいけど。180、ドレさんと同じくらいじゃないかな。ドレさんよりでかいか。だ、筋肉の量がやばい。これデブじゃなくて、なんつうの、太ももの太さ見たらわかるけど、筋肉なんだよね。これ、達彦じゃないよ。タイガーだよ。タイガーは喧嘩だけで飯食ってた人。喧嘩師だね。ストリートファイター。何やっていいか分かんない。素人丸出しだよ。だから、もう、初めてジムに来ましたみたいな感じだよ。何もしなかったら倒れない。立ち行くことも残ってるよ、まだ。
今のジャブよかった。それがいい、それでいい。ジャブは距離を測るためのもの。距離が測れたらすぐ右出す。俺より弱いやついないんだもん。俺が一番弱いだけでしょ。そうそうそう、いいぞいいぞ、いいよ。避けてくれるか出せ、避けてくれるか出せ。うわ、これ蹴っていいんだよ、蹴っていいって言ってんだろ。ワンツーロー蹴ってる。ワンツーロー遅い。ワンツーロー、そう、ワンツーロー、もっと早く、ワンツロー、もっと早く。オッケー、タイム。もう1分測るよ。まあ見れたもんない。1分ですぐ次行くよ。インターバル休憩水飲んでいいっすよね。パンツちょっと出すなって。少しもう、怖さを少しずつ克服していかなきゃいけないの。まだまっすぐ下がったり、ぼーっとしない。回るか、攻撃するか。あ、いいっすよ、どうせまた水やるんで。ああ。ちょっと前蹴りをどうして蹴ってもらう。前蹴りの防ぎ方。そうそう。俺に蹴ってくる。ここでこうさらに。さらにからすぐ。どうだろうね。一応この反応した後、相手は。まあ前座だよ、前座。第2試合だもん。今ラウンド少し今日タイガーは上げないけど触るからね。からそれを避けるなり。それ一番前蹴り良くない？今の受け方は。おぉ、いいよ、蹴る蹴る蹴る。そう、ナイスナイス、いいよいいよ、今の攻撃すごい。押して離れ、押して離れる。押して離れろ。はい、ブレイク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 。絶対もうこれ、おい。今のいいぞ、使ったな今の。もう一回やってみよう、もう一回。いやだからストリートファイトで収入で4年間飯食ってた。有名な喧嘩師。もうガッタガタ。右手上げとく、右手上げとく。ちょっと待って。ゆっくりゆっくり、10秒稼いだて。こういうことあるんだから。はい、グローブ合わせて。まだ1分しか経ってないんだぞ。10秒数えたで、10秒。いいんだ、ゆっくり集めるんだ。まあ見れたもんじゃないね。単純に見れたもんじゃないっていうだけだね。見れたもんじゃないよ。ゆっくりゆっくり、10秒稼いだて。こういうことあるんだから。はい、グローブ合わせて。コントロールして。そうそう、ストリートで喧嘩した相手に要は全財産かけて戦おうぜって言って。重っ。
30秒。それで4年間飯食った。そう、いい。あ、まだまだ聞いたら終わりにするから。こんにちは、こげさん。俺だよ、俺。寝れてないよ。寝れるわけないじゃん。お前コメント欄荒らすなよ。バカとか。この辺もそうだね。これが1週間後かな。あ、大丈夫だよ、ルリ。これが初めて辰彦さんでやった時だ。わたつー、これが一番初めにやった時、辰彦さんとやったっつうか、もうやらせてもらったに近いな、これは。接待だな。あとありがとう。タイガー強いよ。まあ、このヘッポコパンチからよくジャブ打てるようになったわな。コメント欄荒らすな。誰？風船ありがとう。うちリプキンじゃないからリプ飛ばしていいかんね。なごみ道知らない。相馬島ですか。いや、なんか前の3ヶ月前どれくらいだったのか見たいって言われて。まあ見てみようかっつって、どれくらい成長したのか。3ヶ月前の V 見てる。これが3月12だね。3ヶ月前だね。まあひどいね。うん、物販スタッフ大丈夫だよ。ありがとう。バドーさんの曲の歌詞？え、何？ああ、そういうことか。筋トレはほぼ、やってないかな。走ったりとか、まあ、シャドウとか。うん。筋トレあんま意味ない。ガードしっかりしてないよ。思い出になるね。体が絞れてない、ね。スパーリングじゃないね。打たせてくれてるだけだな。おかしんろは結局覚えらんなかったな。ドレさんの必殺技ね。おかしんろ。いや、旅配信でもシャドウやってたよ。旅配信でだってヒカルくんのジムも行ってたし。
ちょっと。いやいやいや、無理よ。何むちゃくちゃ言ってんのみんな。いやー、負けた方には出場権ないから。バガーありがとう。ドレさんってやったよ。ドレさんってやったよ。ボコボコにされたよ。まあこんな感じでしたね。こんな感じでーす。伝説のウォズニアック出てきたな。よろしくお願いします。これが3ヶ月後ね。ね、久しぶりに見れたら面白かったね。そうそう、アップルのウォズニアック。まあスピードが違ってるよね。全然3倍ぐらい速くなってる。それで勝てない。右狙ってるな。痛いっすね。いただきます。まだ詰めて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 詰める詰める詰める顔下げない下がらない下がらないですよ。もうやります。54秒です。自分がやりたいですか。はい、やりたいです。じゃあ再開します。54秒まだ詰めて詰める。あー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 ほんまに死ぬ。大丈夫ちゃんと出かけてお願いします。寝がさあるよ、試合は。無理した方がいいですよ、本番近いです。あなさん、根性見せよ、根性男見せよ、男見せよ、言って言って男見せよ、男見せよ。うぅあさん、なんか変態が、なんだ落ち着け、詰める、詰める、距離詰める。変な彼女、嫌やった、踏む、嫌やった、踏む、踏んで、休憩する。全体よく見て、変な彼女、来るよ。全体よく見て、30秒悪くならない、悪くならない。まさかの場外アウト。ドレさんのパンチで場外に吹っ飛ばされるっていう。やべえ、まだろ。残り16秒。残り16秒。最後男見せよ。男見せよ。男見せよ。16秒。吹っ飛ぶぞ。吹っ飛ぶぞ。パンチ。パンチ。下から下から。10秒。残り10秒。ラスト。和田さん行け。逃げ出せ。逃げ出せ。和
あ、かっこ悪いと思うな。見なきゃいいじゃん。別に笑っていいじゃん。余韻だからしょうがねえじゃん。引かないからこれじゃ。ボディ。片手で。緑は？緑。緑こうやってやったら次。かっこ悪いって言われても何やっても。かっこ悪いって言われても何やってもやるしかないんだから。オーソドックスですね。でもね、なんか無意識に辰彦さんに言われたんだけど、無意識にスイッチしたときすげえ良かったって言われたから、あれ使えって言われたんだよね。いや、俺は笑われたって何やったって、全力出すだけしかできないから、いいよ、笑いたければ笑えば。リングに上がるのは俺だから。いただきます。自分の中で組み立てるから。お願いします。だからこれは無意識にスイッチしてたみたい。最初そんぐらい、最初そんぐらい。また強い。おとみさん、いや、かっこつけてる場合じゃないもん、あれは。俺が泣いたのは、なんかドレさん勘違いしてるけど、理由があるのね。3ヶ月前に一番最初にドレさんとスパーリングやった時に、3分間のうちにパンチが一発も当たらなかったの。で、俺はドレさんの顔を追いかけて3ヶ月間ドレさんにパンチ当てるためだけを考えてジャブを練習してきたの。で、結果、これが最後の練習だったんだけど、ドレさんにパンチも一発当てられなかったの。それで、ドレさんはそれを気づいて、最後にゴングが鳴り終わった後に、ワド当てろっつって、画面には映ってないけど、顎を叩きながら、ワド当てろ当てろって言ってて。で、俺は、3分間のうち、結局パンチ3ヶ月間練習したのに当てらんなくて、それで泣いたの。当てらんないっすって言って。そう、ドレさんは、その、自分が何もできなかったから泣いたっていう風に言ったけど、俺は、ドレさんの顔をずっと追いかけて、シャドーボクシング3ヶ月間練習してきたんだよ。それで、3分間当たんなくて、ドレさんすいませんって気持ちで、もう込み上げてきちゃったの。そう、練習、ドレさんが一生懸命教えてくれてたのに、3ヶ月間ほんと不出来で申し訳ないと思ったら、涙が出てきたのね。そういう意味だったの。結局だから俺はドレさんにパンチ一発も当てらんないで終わったんだよ。絶対まだ相手から目指すな、今みたいに。相手の方向いてるわけなんだ。ゴングが鳴ったら終わりなんだよ。相手が動かなくても前は動いてる。そう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 。うん、ありがとうラオウさん。はい、うん。もう試したいの全部試したい。コンビネーションでもインドでも何でもいいよ。打ちながらサイドに今みたいに打ちながらサイドに出てボディは当たるよ。大
相手がロープキャンのコーナー背負ったら自分下がらなくて。いや、トレーニングずっとしてます、ニャオチン。うるさい。お前が俺の放送見てなかっただけだから。うん。めんどくさいから絡んでくんな。これスイッチしてるね。この時スイッチしてるね、無意識に。なんだかわかんないけど。どうでも何でもいいよ。おーらーし。いいじゃない。下がってみると。はい。追い込んだら追い込んでロープ手押したらそのまま引ける。打ってんのに下がるってことはないんだぞ。詰めてから。なんでスイッチしたんだろう。当たってんのに下がるなんてことないんだから。後ろに下がるな。なんだろうね。スイッチする速度上がってたよね。打ちながらサイドに今みたいに打ちながらサイドに出てる。なんで俺スイッチしたんだろう。この時まだ左足ダメージないんだから。この辺でスイッチするんだよね、なんか。あ。タツイフさんがサウスポーになってる。だからだ。合わせたんだ。お、抜けたじゃないか。で、戻ったんだ。違う。あのね、今見たらタツイフさんがスイッチ仕掛けてて、多分ね、本能で、あの、利き足と逆にしたんだわ。うん、お、かわしたら、かわした。成長しとる。いや、違う。相手がカウンター狙ってるから。それも作戦だろ、クリンチも。いいよ。もう、打ち手がなくなったら、クリンチ手。プレイス。もうちょい抜け。あ、うん。ラスト10秒。いや、ファンイベントとかないよ。あの、楽屋から出らんないから。ドヤム来た、ドヤム。あの、試合以外は、試合以外は絡んだらダメなの。そうそうそう、今の体の助かってる。試合以外は、他の人と、リスナーさんと会えない。うん、どうだろうね、もう本番考えられないよ、何も。考える余裕ない。白くちょっと見えないよ。うん。これ光くんとか。ん？固まった。いや、広告自動設定にしてるから。あの、勝手に入るんだよ。2時間でこの広告だよ。別にそんなに入れすぎてないと思うけど。開いて、鼻から吸って、胸を開く。そうそうそう。それで酸素を入れてやって、1分で心拍を元に戻したい。じっと待ってんじゃなくて、ゆっくり歩きながら胸骨開いて、鼻から吸って、口から。なごみどうさんを知らない。何それ。はい、1分間。そう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 。試合の時にやらなきゃいけないのは心拍数を求めます。そうそう、5分の動画とかじゃないから。はい、亀尾さんはどつ。いや、知らない。
始めます。カウントやるカウント。お願いします。コンビだぞコンビ。から頭振れ頭振れ。じっとしてないで少し頭振れ。そうそうそう。体を振ってみて。そう。そうだそうだ。ワロ向けよ。もう一発じゃないぞ。そういう単発じゃない。手から行く手から。ヒカル君の方が若干3センチぐらい高いよね。ヒカルはちゃんとカットしないと。ノロを聞いてくるぞ。知らんぷりするな。何が？ドレさんの枠でコメントしてた。俺してないけど。寝てたけどこの2日間ぐらい。何を言ってんの。こいつうぜえからブロックするわ。気持ち悪いこいつ。なんだこいつ。作ってやるよ。うん。光くんはこの構えやめたね結局。あのオーソドックスの構えにした。これやりづらかったけどね。おい、ただ行け、ただ行け。見合っててもしょうがないぞ。どっちも怖いんで行かないと。おい、いいよ、今のいいぞ、いいぞ。そうだそうだ。おい、いいよいいよ、それ技術あんだぞ。払っていくの。光はすぐ使えたの。今のコンビネーションいいぞ。おい、おい。スイッチ入れろ。膝で膝、膝で膝、膝で膝、左。そう置くんだ、左だよ。背中を攻撃しちゃいけない。はい、ブレイク。背中を攻撃しちゃいけない。こっちの膝、今だった。もう一回作れ。まだまだいいんだよ、時間いいんだよ。もう一回消すからね。まだ下向くな。おまけ悪くないんだぞ、はい、ポイント的に同点だよ今。ごめんごめんごめん。何でかできるの。悪くなかった。ヒカルじゃないよ、金ちゃん。当ててないよ、そんな金ちゃん。止まるな。シュッシュやったらダメだ、当たんなきゃ。カクつくね。まあ、いっか。いや、勝ってない、全然。怖いよ。毎日震えてるよ。これで怖くないって言ったら、見え張ってるか嘘ついてるか、どっちかだと思うよ。俺は怖いっすね。うん。いいんだよいいんだよ別に。俺別にテル好きだもん。別にどっちを応援するとかリスナーさんの自由だから。いや怖くないやつもいるんじゃないかな、心強くて。怖くないやつもいるんだと思うけど、俺は怖いよ、うん、普通に怖い。初見さんいらっしゃい。明吉さんよろしくお願いします。あやかいらっしゃい。
怖いっすね。ありがとう、サイさん。ありがとう。お、秘密基地はコツ。いらっしゃい。影はどう？左の？これ？これ？気に入ってるんだよね。早くステッカーできないかな。うん、ありがとう。頑張ります。っていうか知らないもん俺、それ見たことないから、うん、ここでスパーンとアイテム投げたらかっこよかったけど貧乏なのですまんの。ああ、全然全然、アイテム、あの、お金に余裕がある時で全然いいです。はい、いってら。勝ったらね、あの花火みんなが一発ずつくれるって言ってくれてるから勝ちたいなと思ってるね。避けるの癖、ジャブ打たれたら左に避けるのはセオリーだから普通にいいんだと思うよ。左に回るのはボクシングの基本だから。体変わったよね。ウエストが全然違うもん。
ウエストだいぶ細くなったよ。ほら。どっぺり腹が乗っかってたのが全部なくなった。まだ腹筋割れるまでいかないけど、ベルトにここにボコってこれくらい乗っかってた。つまめなくなったもん。こうビチってこう肉をつまめたんだけど、なくなったね。なくなった。痩せたよ、だいぶ。食生活は食ってる、がっつり食ってる。だからがっつり食ってても閉まったって感じ。走ったり運動量上がってるから。今あれだよ、ダイエットやってないよ。アーバンスってなんだろう。初見さんいらっしゃい。諦めてないけど、休憩じゃなくて企画が入ったら戻ってくるって言ってるから、捨て頃だって出れなくなっちゃう。旅やってたらイベント入って仕事が入った時は帰ってくるって言ってるよ俺。これね、大好きちゃんいらっしゃい、頑張れよ、ありがとう。足痛いねやっぱ。あとこめかみが痛いなと思ったらここにあざができてたねテンプルのところ、ここら辺が痛いなと思ったら、インファイトやるようになったらこの辺が全部痛い。初見さんいらっしゃい。
コーヒー買ってきてもいい。8個目なんだ。痛いよ。まあ、いつも言ってるけど、バスケットボールを至近距離で思いっきりフルスイングでボーンって当ててくる感じ。それをこうガードしてるんだけど、バスケットボールをバーンって当たる痛さだね。行ってきます。怪我してるわ。違うわ、全然って詰まるさ。全然違うわ。にわかにも程があるわ。全然違うわ。寝てるよ。寝てる、大丈夫だよ。ただいま。違う違う。インファイトっつって、おでこでもらうんですよ、パンチを。で、わざと威力を殺すんだけど、ピーカブーって言ってこうなるでしょ。で、ここでヘッドスリップって言うんだけど、もらいながら殺すの、威力を。だからここが腫れてくん。ここが痛い。それが原因。すごい痛いよ。パンパンに腫れてる。タイマーな、ガードだったら下がったらここ狙ってくるから、顎先。テンプルはしょうがないよ。テンプルは打たれても効かないから、腫れて痛いっていう感じ。
だから左フックだね。ここまでガード上げたら見えなくなっちゃうから、足が。トムサブロー久しぶり。テンプルはもうもらって、まあダッキングでかわすとかもあるけど、キックだからね。まあね、16オンスだし。ありがとう。いやもう何やってもダメだね。何やってもダメだね。そうだね。もうずっと寝てる。2日間寝てた。体休めるよ。瞑想ね、必要だね。もうどれくらい歩いてきたのか。いや知らない、モノマネしてる人。街角に夏を。合ってない、合ってない、嘘、チューニングずれてる。ちょっと どこやった。あれピックは、あれピックがない。あれピックどこやった俺。あれピックがないな。え、ピックなくしたんだけど。ピックどこ、ん、ピックがない。ピックがないな。あれ今使ってたよね俺。ピックどうだ、ピック。ピック、ピック、あったあった。変わった、あったあった。運用が合ってない。
でギター練習してんの。弾けるわけじゃない。もう戻れくらい歩いてきたのか、街角に夏を飾るひまわり、面倒な恋を投げ出して、投げ出して聞こう、思い出すたびに切なさ募る、忙しい毎日に溺れて何になれぬ中で、そうそう、忘れてた大切な何かに優しい日が灯る、やがて来るそれぞれの交差点を迷いの中立ち止まるけど、それでも人はまた歩き出す、会う恋心、どんな時も自分らしく生きてゆくのに「あなたがそばにいてくれたら」「ああ夢から覚めた」「これからも愛してる」「エイリアンズ」は「エイリアンズ」は難しいから無理、コードが。このままどこか遠く連れてってくれないか、君は君こそは日曜日よりの使者、シャララララ、シャララララ、シャララララララ、このままどこか遠く連れてってくれないか、君は君こそは日曜日よりの使者、例えば世界中が土砂降りの雨だろうと、ゲラゲラ笑える日曜日よりの使者、シャララララ、シャララララ、昨日の夜に飲んだグラスに飛び込んで浮き輪を浮かべた日曜日よりの使者、適当な嘘をついてその場を切り抜けて、誰一人傷つけない日曜日よりの使者、流れ星がたどり着いたのは、悲しみが沈む西の空、そして東から
登っててててててて。で、来るものを迎えに行くんだろう。日曜日よりの使者。このままどこか遠く連れてってくれないか。君は、君こそは日曜日よりの使者。君忘れない曲がりくねた道を行く生まれたての太陽と夢を渡る広い砂人と戻れないくすぐりあって転げた日きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよささやかな喜びを潰れるほど抱きしめて プルートありがとう。俺が使ってんのは何だろう。Uフレットっていうやつだね。機嫌直った？ささやく冗談でいつもつながりを信じていた砂漠が遠く見えそうな時もぼやけた六等星だけど思い込みの恋に落ちた初めてプライドの柵を越えて風のような歌届けたいよ野生の残り火焚いて素足で走れば柔らかい日々が波の音に染まる幻よさ覚めないで出ないねじ曲げた思い出も捨てられず生きてきたギリギリ妄想だけで君と
てずっと流れるよ。行き着いたその場所が最後だとしても柔らかい日々が波の音に染まる幻を抑えないと渚は二人の夢を混ぜ合わせる揺れながら輝いて輝いて、ああ輝いて、ああ柔らかい日々が波の音に染まる幻を覚めない見ないで渚は二人の夢を混ぜ合わせる。子供たちが空に向かい両手を広げ鳥や雲や夢までもさも落としている。おはよう。その姿は昨日までの何も知らない私、あなたにこの指が届くと信じて、そうなんだ。わかんない。迷子だね。忘れはしないよ。時が流れても、いたずらなやりとりや心のトゲさえも、君が笑えばもう小さく丸くなっていたこと、変わる変わる覗いた穴から何を見てたかな。一人きりじゃ叶えられない夢もあったけれど、今日なら君の声を抱いて歩いてゆく。ああ僕のままでどこまで届くだろう。
探していたのさ、君と会う日まで。今じゃ懐かしい言葉、ガラスの向こうには水玉の雲が散らかっていた。あの日まで風が吹いて飛ばされそうな軽い魂で、他人と同じような幸せを信じていたのに、これから傷ついたり、誰か傷つけても、ああ僕のままでどこまで届くだろう。瞬きするほど長い季節が来て、呼び合う名前がこだまし始める。聞こえる。あなたのことを深く愛せるかしら、子供みたいな光で僕を染める。風に吹かれた君の冷たい頬に触れてみた。小さな午後、諦めかけた楽しい架空の日々に、一度きりなら届きそうな気がしてた。誰も知らないとこへ流れるままに垂れていた。猫のようにふざけすぎて、恋が幻でも構わないといつしか思っていた。壊れながら君を追いかけてく。近づいても遠くても知っていた。それが全てで、何もないこと、時のシャワーの中で。ルポちゃんありがとう。
こんなにも騒がしい街並みに佇む君はとても小さくとっても寒がりで泣き虫冬に覚えた歌を忘れたストーブの中残った石油つららのように尖って光るやがて溶けてく劇場のカス音楽室のピアノでブギージェリーリースタイルほん骨身をさらけ出したその後で三分的に笑ううわたり廊下で先輩殴る身に降る日の子腹あただけだ下校の時にボコボコになる六対一じゃ袋叩きだ鼻血出ちゃったしあちこち痛い口の中も切れた リバウンドを取りに行くあの子が高く飛んでる時にいい心のない優しさは敗北に似てる混沌と闘魂乱と虚熱が俺と一緒に行くうう校庭の隅姫リンゴの実もぎってかじるひどく酸っぱい夏の匂いと君の匂いが混じり合ったらドキドキするぜ時間が本当にも本当に止まればいいのにな
けで青空のベンチで最高潮の時にありがとう。春い春春春色の汽車に乗って海に連れて行ってよ。タバコの匂いのシャツにそっと寄り添うから、なぜ知り合った日から半年過ぎてもあなたって手も握らない。 I will follow you、 あなたについて行きI will follow you ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だから、心の岸辺に咲いた赤いスイートピー。「私の願い事が叶うならば翼が欲しい」「この背中に鳥のように白い翼つけてください。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。祈りの命かけてと誓った日から素敵な思い出
残してきたのに、あの時同じ花を見て美しいと言った二人の心と心が今はもう通わない、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度。カトンボの歌を歌った空は何も変わって、ん、部屋とワイシャツを歌ってみようか。部屋と、あ、わかる、可愛い女の子ね。のんたんの声めちゃめちゃ可愛いんだよね。のんたんの声超好きなんだよ。あ、部屋とワイシャツ、私は無理だな、これ。無理だ、ちょっと。悩んでる体がつって。岬はここへ、わかんねえ。首に、そうそう、ネックレスにマイクつけてるの。愛する人を守るため、大切、ん？愛する人を守るため、大切なものを築くため、海へ出たのね。嵐で戦って。トップの中生き延びてここへ来たのね。この港はいいところよ。朝日が綺麗なの。住み着く人もいるのよ。ゆっくり休みなさい。疲れた羽をイエスイエスノーだけど、飛び魚のアーチをくぐって宝島が見える頃、何も失わずに。同じでいられると思う。人は弱いものよ、とても弱いものよ。糸？糸好きだよね、みんなね。そんないい曲か、これ。なんでみんな糸好きなんだろう。なぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを、私たちは何も知らない。どこにいたの、生きてきたの、
遠い空の下、二つの物語、縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布は、いつか誰かを温めうるかもしれない。止まった手のひら、震えてるの躊躇して、この空の青の青さに心も遅くなる。信じるものすべて、ありがとう。ポケットに詰め込んで、カラー夏草、揺れる線路を遠くまで歩いた。心に痛みがあんの、遠くで四キロを揺れて、あなたは雲の影に、明日の夢を追いかけてた私は、和の空で別れを思った。ありがとう、秘密基地。花火ありがとう。私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせにと頬を打たれ、少年たちの目が年を取る。悔しさを握りしめすぎた拳の中、爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです。昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と飛ばした馬車女の素笑い。私驚いてしまって、助けもせず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。ファイト、戦う君の歌を
かない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を上ながら登って、アイテムありがとう。暗い水の流れに打たれながら魚たち登っていく。光ってるのは傷ついて剥がれかけた鱗が揺れるから、いっそ水の流れに身を任せ、流れ落ちてしまえば楽なのにね。やつこけてそんなに痩せこけて、魚たち登っていく。勝つか負けるかそれはわからない、それでもとにかく戦いの出場土を握りしめて、あいつは海になりました。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。あ、ルナさんいらっしゃい。アイテムありがとう。君が涙の時には僕はポプラの枝になる。孤独な人につけ込むようなことは言えなくて、君を泣かせたあいつの正体を僕は知ってた。引き止めた僕を君は振り払ったと、遠い夜ここにいるよ。愛はまたここにいるよ。いつまでも空と君との間には今日も冷たい雨が降る。君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる。空と君との間には今日も冷たい雨が降る。君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる。時代？難しいな。今はこんなに悲しくて涙も枯れ果ててだっけ。もう二度あれそうもないけど、そんな時代もあったねと、いつか話せる日が来るわ。あんな時代もあったねと、きっと笑って話せるわ。だから今日は
くよくよしないって今日の風に吹かれましょう。回る回るよ時代は回る。喜び悲しみ繰り返し、今日は別れた恋人たちも生まれ変わって巡り合うよ。俺は時代の方が好きだな。この曲の方がいい曲。糸を好きなの多すぎる。いい歌だよね。な夏が過ぎ風あざみ、誰の憧れにさまよう。青空に残された私の心は夏模様。夢が覚め、難しいコードだな。夜の中、難しいコード。長い冬が探し物は何です、探し物は何ですか、探し物は何ですか、見つけにくいものですか。カバンの中も机の中も消したけれど見つからないのに、まだまだ探す気です、まだまだ探す気ですか。それより僕と踊りませんか。夢の中へ、夢の中へ行ってみたいと思いませんか。うふふ、ことも許されず、暖かい場所を探し泳いでた最後の離島で、君を見つめていた、君を見つめていた。同じリズムで揺れてたブラウコで、あくびしそうな君を見つめていた、君を見つめていた。夢じゃない、一人じゃない、君
愛想なしの君が笑った。そんな単純なことでついに肝心なものがない。ものが何かって気づいた。打ち明け話にあった。純情を捧げたってやつに、この件なくしとしたりなんかして。で、等身大の愛情で挑んでるのに、世間は cry。 難しいな。花火わかんないなぁ。古いミスチルしかわかんない。離婚する前の いい曲知ってんだ。ミスチルコードがね、特殊なんだよね。なんか難しいの。小林武史の影響を受けすぎだよね。あ、歌えるかも。単調な生活を繰り返すだけ、そんな毎日もいいさ。親友との約束もキャンセルして部屋で泣いたを見よう。あの子が出て行ったのはもう3ヶ月前。淡い思い出だけをほのかに残して、涙もない言葉も出ない、開けない結末。これでもギターで弾く曲じゃないよね、うん、この歌好きだった。雨の疲れ、あれほど燃え上がってた二人が嘘みたい。
小さい頃は神様がいて不思議に夢を叶えてくれた。優しい気持ちで目覚めた朝は大人になっても奇跡は起こるよ。カーテンを開いて静かな木漏れ日の優しさに包まれたならきっと目に映る全てのことは、メッセージ。ドライバーシートまで横殴りの雨、ワイパー効かない夜のハリケーン、I love you が聞こえなくて口元耳を寄せた二人の思いをかき消す、え？思いかき消す雨のなんだっけ？ハイウェイ、うん、弾いてないよ。サーティーン二人は出会い、フォーティーン幼い心を傾けてあいつに預けた。 15 16 初めてのキス、 17 初めての朝、少しずつため息覚えた。 18もし俺がヒーローだったら、悲しみを近づけやしないのに、そうそう、そんなあいつのつぶやきさえうなずけない心が寂しいだけ。うー、翼の折れたエンジェル、あいつも翼の折れたエンジェル、みんな飛べないエンジェルだっけ？わかんない。
古い曲が好き、女の人の。いい曲だよ。口づけを交わした日はママの顔さえも見えなかった。ポケットのコイン集めて一つずつ夢を数えたね。ほらあれは二人の隠れ家。いいよね。秘密のメモリーをどこで壊れたの。フレンズうつむく。フレンズ見つめ合って指をつないだら。オーフレンズ時が止まる気がした。君は覚えている夕前によく似合うあの曲。黙り込む君がいつも悲しくて口ずさんだのに。今時は流れてセピアに染まるメロディーを二度と戻れないよ。フレンズよりも遠く見えていつも走ってた。オーフレンズあの瞳が愛しい。どこで壊れたの。オーフレンズうつむく日は見つめ合って指をつないだら。オーフレンズ時が止まる気がした。二度と戻れないよ。フレンズ他人よりも遠く見えていつも走ってた。オーフレンズあの瞳が愛しい。
君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望、忘れない。10年後の8月、また出会えるの信じて。最高の思い出を出会いはふとした瞬間帰り道の交差点で声をかけてくれたね一緒に帰ろう僕は照れくさそうにそうにカバンで顔を隠しながら本当は本当はとても嬉しかったよ。ああ、花火が夜空綺麗に咲いてちょっと切なく。ああ、風が時間と共に流れる。嬉しくって楽しくって冒険もいろいろしたね二人の秘密の基地の中君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れないねね、何年後の8月また出会えるの信じて君が最後まで心からありがとう叫んでたこと知ってたよ涙をこらえてがほんでさよなら切ないよね最高の思い出をああ夏休みもあと少しで終わっちゃうからああ太陽と月仲良くして悲しくって寂しくって喧嘩もいろいろしたね二人の秘密の基地の中君が最後まで心からありがとう叫んでたこと言ってたよ涙をこらえて笑顔でさよならせないよね最高の思い出を帰り古いアルバムめくりありがとうってつぶやいたいつもいつも胸の中励ましてくれる人よは晴れ渡る日も雨の日も
浮かぶあの笑クラッカーチーズとワインでフル回転のスクリューはグー、スライダーでジッパー弾む、灰ばかりの空を見ている、今度こそ手に入れたい、こぼれそうな夜が冷めてく、イミテーションのダイヤで嘘ばかりの恋がしたいわ、恋人がさらわれて悪魔の城から助け出そう、抱きしめて手に入れたい、きらめく星のアイテムを、黄金色の旅人が待ってる物語へ、急ごう、太陽が目覚めたらあの船で行こう、寄り添って雪解けを泳ぐクジラみたいな、まだ誰も知らないあの空の果てはきっと眩しすぎるガラスの扉、ドルフィン引くで痺れてみたいな、知らない間に誰かを気づけてここまで来たこと、舞い上がる水しぶきに涙を見せないようにした、歩き出す未来たち、私を困らせないで、広い宇宙の真ん中で、るで小さな石ころみたいよ、歩き疲れた私を待ってる物語へ、急ごう、太陽が目覚めたらあの海へ行こう、寄り添って雪解けを泳ぐクジラみたいな、まだ誰も知らないあの空の果ては
人眩しすぎて見えない太陽が目覚めたらあの船で行こう Ooh, yeah 海を越えてドルフィン聞くで痺れてみたいなやわなハートがしび、やわなハートがしびれる。心地よい針の刺激。わけもないのに輝く。それだけが愛の印。いつかあなたにはすべて打ち明けよう。少し強くなるために壊れたボートで一人こいでゆく。夢の中でもわかる、めくるめく夜の不思議。
こんにちは、ブルーさん。こんにちは。はい、ただいま。経ったのか。早いね。仕上がり、どうだろうね。どうだろうね。わかんないよ、正直。様が和道さんのヒゲに憧れてました。ドレさんヒゲ生やしてたよ。かっこよかったよ。普通にドレさんヒゲ似合ってたね。当日の試合俺の放送はない。俺は YouTube で動画を流すから、あの楽屋だ。俺の YouTube チャンネル登録しておけば楽屋風景が見えますね。はい、おかえり。ハートありがとう。SEO かかってないから、あの見つけるのが大変なんだよ。あのチャンネル登録しておけばおすすめに出るから。試合6月10日だよ。そうか。風船ありがとう。解放次役やるよ。70万じゃなかったっけな。100万いかないぐらいだったと思った。長かったね、試合までね。
3ヶ月って長いようで短いようで。まあでもいいペースでやりきったと思うよ。セゴロ終わったらもう旅に出る。そのまま1週間ぐらい体休めたら、350人だよ。350人マックス3ヶ月だけなのって。だって3ヶ月前に試合が決まったんだもん。イベントが決まったのが3ヶ月前だから、3ヶ月間しか期間がなかった。俺もともと格闘家でも何でもなくて、ただのニートだから。仕上がりはどうだろうね。わかんないよ。そんな、やったことないんだもん。経験者じゃないから。当日次第じゃないかな。わかんない。やってみ、蓋開けてみないとわかんないよ。経験したことないんだもん。花火たくさんありがとうね。風船誰か数合わせ、18発数合わせしてくれると嬉しいわ。アイテム数合わせして、もったいないから。18発。うん。いや、俺別になんか、嘘ついたりしてないよ。自分の思ったこと正直に言ってるだけだよ。ありがとう、ルリちゃん。ありがとう。見え張ってもしょうがないし。弱いもんは弱いんだから。あ、18個ずれちゃったよ。うん。ずれちゃった。あと、誰か。あ、ありがとう、ルイジさん。ありがとう。あ、またずれた。どんどんずれてく。誰か、あと12個。ずれてくね。じゃあ次枠行こうか。ありがとう。だから俺は神様じゃねえから負けるか勝つか分かんねえよ。結果が分かってるんだったら練習しないよ。なんでそんなバカな質問するの。結果が分かってるんだったら練習しないよ。じゃあ4時間完走です。皆さんお疲れ様。次枠行きましょう。いや負けるって分かってんだらいいじゃん。それでじゃあ見に来んなよ。失礼だよそういうの。別に俺からお前に俺の放送見てくれってお願いしたこと一回もねえぞ。見に来んなよ邪魔だから。お疲れ。ありがとうね森さん、いつもお疲れ。加工内縁できてるな。うん、とりあえず。お前が見に来たんだろ。勝手に俺の枠に。ブロックされたいの。
ただで放送を見て文句言って泥棒以下だな。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。